下の骨組みはこれで完成。今日は飲める日なんだから。はい。なんちゃう。乾杯。エメラルギー壊してきた。あ、これいけるわ。下の階の住人から床ドンで叩き起こされた高学歴チーム、ほとんど同じタイミングで中卒チームを起床。おはようございます。そしておやすみなさい。いったん。まだ寝ぼけた中卒たちをそばに子宮編へと向かう。今日どういうため。おいおい、そんないらねえだろ。今回の支給品は大量の酒、脱出に一切関係ない嗜好品に高学歴チームは飲みます。え、飲みます。とりあえずお前、まあ、タバコ一箱とかでこれ全部買い取って、あそこで結構高めで売れば確かにまた回りますよ。当時は悪いね。昨日から回り始めたタバコ経済を利用し、安価で酒を買い占め、交換所で高値で転売し、タバコを荒稼ぎすることを企む。早速そんなこと知る由もない中卒たちを招集。おい、なんだよこれ。どうするこれ。これいらなすぎだろ。無人島で俺もいらないってなってたんだよ俺。酒はいらないとの共通見解が取れたところで買い占めに動く。今タバコ何本持ってんの。ゼロだよ。タバコの方がありがたいっしょ。正直ありがたいっす。まあタバコの方もらえんのとタバコがいいわ。いや、ちげえだろってお前ら。じゃあ2で。酒だろ意味ねえもん。ああ 2で。あの、すいません、じゃあ僕がもらってきます。いや、2じゃねえよ。ダメだっつってんの。怖い。ダメ。バカじゃねえ。いいのね。いや、2じゃダメ。何本がいいんだよ。これは1箱ぐらい欲しいよ。じゃあ1箱これだったらね。1箱だったこれだったら。いいじゃん、これで。あ、はい。あ、そうだ、これで。お前もらっちゃう。まんまと話に乗せ、タバコ1箱で買い占めることに成功。すいません、ありがとうございます。じゃあこれで。いつもお世話になったんです。毎日取ります、これじゃあ。あとは交換所で酒を売りさばくだけだが、まずはサービスで一杯飲ませ、酒の箱は交換所へ直送した。ということでね、うちにね新商品が大量入荷されました。今回のぼったくり作戦とは、岩田と西尾が強めの酒を持って相手の拠点を訪れ宴会ムードに、何杯か飲んで酔わした後この2軒目に連れてきて続きを再開し荒稼ぎする作戦。5日間無人島お疲れ様です。お疲れ様でした。すでに一杯やっていた中卒たち、いやもっとビール飲めなかった。頭痛い。確かにね、焼酎タバコもらえたから。おい、タバコよこせ。おい、タバコよこせ。ダメだっつってんだよ。よこせっつってんだよ。ダメだっつってんだよ。よこせ。いい感じに酔ってきたタイミングで岩田と西尾が仕掛ける。あー、こんにちは。はい、あれ、おー、まあまあいいじゃん。あれ飲んでください。おー、まあ、飲んだらタバコいくらとかなんない。タバコいくらとか詐欺じゃねえな、詐欺じゃねえな。詐欺じゃない、気になる。飲みなさい。大丈夫か。酒屋さんなんで。謎の大盤振る舞いに不審がる中卒たちだったが、乾杯。とりあえず乾杯。うめえわ。この海見ながら飲む酒うめえな。須藤、ほら。いや、うまいっすわ。ほら、入ってるから。ほどさん、なんだよ。ほどさん、おい、おい、おい。岩田と西尾がお得意の用意書をすること10分。いや、なんか、はい、なんか久しぶりだよ、お前。何か言ってんじゃん、お前。つかめだけど、今日もさ、楽しく飲まない。おい、おい。出来上がった中卒たちが2軒目の交換所へとやってきた。いらっしゃい、いらっしゃい。いやー、しかし、この2軒目がぼったくりバーなのである。料金表に記載せず、1杯3本で売りさばく。もともとお酒20本をタバコ20本で買い占めているので、1杯あたりの原価は1本、つまりお酒を1杯飲ませるごとにタバコ2本の利益が上がり、合計10杯以上飲ませれば高学歴チームは黒字化に成功するのだ。甘い、これいく。あ、すみません、いいっすか。うん、いく。俺も甘いく。うわー、全然飲んで、いくらでも。これは酒の匂いなの。怖いんだ。たくさんあるから。はいはいはい。そして今回は
最初は店主がうまく乗せ、最後にしっかりと生産させるぼったくりバーの形式を採用。そんな企みには気づかず、ただ酒のつもりで飲み続ける中卒たち。何杯やそれ？これだから3杯目？そうだね。さっきだ。結構飲んでる。いいね。ここからは、ひたすらタバコを巻き上げようとするぼったくりおじさんと、中卒の誇りをかけた男たちの戦いが始まる。いいでしょ。うまいっすね。うまいわ。これいっちゃう？海賊。いや、もういいよ。海賊いっちゃう。雑だっつんの、お前ちょっと雑だよ、雑だよ。今日は飲める日なんだから。あざっす。お前太っ腹じゃん。いいでしょ。マジかよ。いや、もう今までお世話になったからね。なお互いな。勝負はぼったくりおじさんの圧勝だが、まだぼったくりは終わらない。4回ぐらい行ってく。いや、いいよ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 。今日は大丈夫だって。タバコも吸う？吸いたい吸いたい。吸っちゃえな、吸っちゃえな、タバコも。いやー、ちょ、大丈夫か、これ、お金でしょ、今。ください。大丈夫？曖昧な返答でごまかしながら、酔った喫煙者にタバコを吸わせ出した。十分に巻き上げたところで、ついに生産を突きつける。ありがとうね、なんか。すごい。まあ、5日目ぐらいになってきてね。ようやく。頼んだな。飲んだな。飲んだな。なんだ。それはだってもらったの飲んでんだよ、こっちは。見てないもん。めちゃお店なの。酒は書いてねえじゃねえか。酒書いてねえよ。酒は書いてねえよ。裏メニュー。そうだよ。うちはお店なの。おい。会計になった瞬間に、おじさんの態度が急変する。タバコ吸ったね。火つけたね。それつけだから、2本。2本ね、君をつけて。おいおい、話がちげえよ。おいどうなってんだよ。お酒何杯飲んだ、みんな。4杯と5杯と4杯です。だよね。おい、てめえ何やってくれてんだよ。お酒1杯3本高っ。はぁ。衝撃の合計金額は43本。43本。これぼったくりバーじゃねえか。どうやって返すの43本。おい、そんなこと聞いてねえんだよ。聞いてない、さっき言われてたんだ。お店でそんなこと言えんの？いや、お金ないもん。お店でそんなこと言えんの？くれるって言うから。くれるんすね、こっち。どうぞ、一緒だもんよ、みたいな。どうぞっつったの。ぼったくりバーの会計でよく見る光景になってしまったが、飲み消したのは事実なんだからさ。ちゃんとさ、騙したんじゃないから。おい、そもそもお前ら騙したの。おい、酔っ払った中卒たちが暴徒化。店前で大乱闘となってしまった。さらに高学歴チームの拠点へと向かい、マジやめろ、マジでやめろ。拠点を壊し出した。おい、やめろやめろ、ほらやめろ。一回つこう、一回つこう。ここでようやく暴徒化した中卒たちを鎮圧。てめえらが悪いんだろうが。悪かった俺らも。そうだよな。さすがの高学歴たちもぼったくりを認め、お代はいらないと観念した。じゃあもうお酒一緒に飲もう。みんなで飲もう。とりあえず行こう。とりあえず行こう。その後全員で酒を飲み交わし、最終日に一緒に島を出ることを誓い和解した。ようやく両チームとも行動を開始。岩田、いいのはやろうか。ついにイカダ作りを開始。まずは初日に見つけた浮きを浮力の大きい竹でつなぎ、骨組みを作ることに。竹すげえな。竹やばいな。竹やばい、マジで浮くな。OK です、ここは。よいしょ。いいのは交換所の運営も兼ねながら岩田を手伝う。森の中にいる須藤は、あ、いいやつ頼むね。はい、結構太めがいくぞ。昨日に引き続き竹伐採のバイトでタバコを稼ぐ。どうにかして2箱分稼ぎ、大きい雪を2つ手に入れるべく奮闘していた。残りの3人は、えいっす。いやー行くよ。はい、ちょはあ、
ください。わあ、酒を片手にタバコをかけ、長半博打に明け暮れていた。長半博打とは、2つのサイコロを振り、出た目の合計が長か半どちらになるかを予想し、タバコをかけ、的中させた方が場のタバコを総取りにできるルールだ。土井谷が胴元となり、加藤と西尾がタバコをかける。はい、長半、はい、5だから半しょー。お前何やってんだよ。賭けに勝つと、お前のタバコはちょっと換金してくるわ、悪いな。隣の交換所に直行し、まあ、酒飲みたくなっちゃったな。酒を購入するという最悪のルーティーン。ビール1本お願いします。3本でやっぱかかるか、やっぱ当たり前だよ。チームだからない。まあチームだけど商売なんで。はい、じゃあちょうど、はい、高っ。なんか割引とかないねんよ。高っ。早く帰れ。酒をもらい戻り、またギャンブル。果たして彼らには脱出するつもりがあるのだろうか。その後も賭博を続け、現在の賭博本数は加藤10本、西尾24本。ここで土井谷が酔っ払いの2人を煽る。酒も回ってきたところで、引き続きに行きますか。一箱行きましょう、一箱。行くぞ。加藤は10本分の借金をして、お互いタバコ一箱をかけた博打に出る。はっ、西尾、敗北、さらに、じゃあ俺これ全部かけるわ。うん、かけんのかお前。あ、これ全部かけてやるわ。いや、いいよ、一箱分かけてやるよ。もう一度、一箱をかけた賭博をする。はい、行くよ。はい、じゃあはっ、はい、あー、西尾、再び敗北。しかし、タバコ出せや、早く持ってこいや。ねんすよ、手持ちのタバコがないという事態に。持ってないの知らない、あいつから取り行けよ。おい、早く持ってこいや。お前払えなかったらどうなるか分かるか。追い込まれた西尾は、お疲れ。よし、ああ、どうした。ちょっとなんか忘れ物したから取りに行くだけなんだけど、ちょっといかだの方でさ、なんか、ね、岩田が欲しいっすなんだよね、フェンダー。ちょっと一回持ってっちゃおうわ。よし、適当な理由でごまかし、タバコ一箱分の浮きを交換所から窃盗。おい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 、危ねえ。なんだ、なんだこれ。タバコ一箱分だ。引か引だ。おお、これでタバコ一箱の借金をチャラに。乗りに乗った中卒は、まあこれはこれでもらうけど、二所どうすんの、もう帰んの。負けて逃げんだ。逃げんのか。もう引くわ。いいの、いいの、もう出てるよ。西尾煽ると、あーちょーはん、はい、あーい、おい、一箱分持ってこい。西尾敗北、もう一つの浮きも差し出し解散。気分よく酔っ払った二人は、もう何もしたくねえ。うん、そろそろ寝っか、痛いわ。なんでも夜みたいな感じなんだよ。優雅に昼寝を始めた。その頃、須藤は、タバコ40本を目指し、まだバイトに精を出していた。しかし、皮肉なことに、目標だった浮き2つは、昼寝組が賭博でゲットしていたのだった。イカタ製作組は、もうちょい必要？もうちょいだね。もうちょい。おい、よっしゃ。須藤が運んできた大量の竹をひたすら割っていた。じゃーん、できましたね。昼から作業すること6時間、ついに骨組みが完成。おい、ばっちりやん。あとは床敷いて終わりなんで、とりあえず一回これで今塗装テスト的なことを。あとは先ほど割っていた竹を並べれば完成だが、まずは骨組みに問題がないか実際に浮かべてみることに。よし、やってみよう。じゃあ行くか。行こう、せーの。はい、あ、これいけるわ。これいけるわ。これはやばい。これ大きな浮きを竹でしっかりと固定したため、
全くブレることのない安定したイカダが完成。その頃、中層チームは、おい、バイトを終えた須藤が拠点へ帰宅。そこには昼寝から起きた喫煙者たちが、お前らおかしいだろ、俺が竹でタバコ稼いでる間におかしいだろ、お前らタバコ吸ってんの、おい、吸ってねえよ、まだ吸おうとしてんじゃねえか、おい。ついに堪忍袋の尾が切れた須藤は、お前らもうダメだ、お前よこせ、それなんだよ、こせ、あ、おい、よこせ、待て待て待て、なんでやねん、やめて、お前やめろ、おい、バカ、おい、バカ。二人の持っていたタバコをすべて吐き、もう吸えねえがんな、ぐちゃぐちゃにしたから、あ、お前バカじゃねえの、バカじゃねえよ、お前らが吸うんだったら捨てた方がマシだ、まだ、あ、これ一本落ちたよ、やった、おい、すべてのタバコを失ってしまった。一方、高学歴チームは安定したイカダで優雅に夕日を眺める。これ上で生活できない、ここでいけるわ、もうその安定感に舞い上がった岩田が、すると、止めに入ったイノのオールが的中し、西尾落下。ゾンビだろあれ。3日目に続き、またもや溺れるゾンビが誕生してしまったが、イカダの耐久テストは無事成功に終わった。この日の夜は高学歴チームが中卒チームを誘い、無人島で大宴会を開催。しかし、すでにタバコを使い果たした中卒は無料で酒をもらう代わりに接待をすることとなった。じゃあ僕たちもいただいても大丈夫ですか？あ、いいよいいよ、あ、すいません、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ、須藤、はい、面白い乾杯飲んでやってくれ早速、面白い乾杯をしろという地獄の無茶ぶりが飛ぶ。じゃあ無人島に、無人さらに、はい、タバコの火つけろ、お前、すいません、俺も全部高学歴チームさんの、いや、ほんともうおかげですよ、つまんねえ、なんだいや、おい、どいたり、はい、女連れてこい、すいません、ここ無人でその後も酒を進み、宴会開始から1時間が経過。全員裸になっていた。やっぱ、いやちょっと待って、冷静になったら寒いぞ寒いぞ、いくら酔ってるの、相撲取ろう、相撲相撲取っちゃう、相撲取っちゃおう、ガタと色、相撲取っちゃう、ガタと色と見たいっす。ここでイノと加藤のガチ相撲が開幕。うわーい、分かった、チビとメガネの見応えのない相撲が続き、勝者、加藤。一回つこう、一回つこう、これ負けた方なんかないですか、寝ます、ありがとうございました、今日。こうして男たちは寝床へと向かったはずだった。ということで、宴会が終わった高学歴はこっそりと明かりをつけ、僕らはちゃんとしっかり船作っちゃおうと、一緒に最終日に行こうみたいな軽く話はしたんですけど、明日出ちゃおうと。実は大盤振る舞いの宴会の本当の目的は酒で酔わせ早く中卒たちを眠らせるためであり、明日の出航に向けてイカダの最終仕上げをしようと計画していたのだ。骨組みが完成するイカダに人が座れるように竹を敷き詰め、バーナーで炙り強度を上げる。作業すること2時間半。オッケー、ようやく本土への脱出に向けたイカダが完成。これはいいよ、これ完全にいけるわ、このまま流れて本土着くだろうな明朝、静かに出航するため中卒にバレないように岩陰に隠すことに。すいません、すいません、竹だけ見てろ、はい、なんだこの野郎、今からちょっとその敵を落とすための武器をね、